もう GoPro 使うようになったら YouTuber ですね。歩けるやん。そうですね。足がこう、この空気がこうなれへん。なる。足が指。足の指。あ、それはならないですね。ああ。装具をやるときにつけてないんですか。いや、つけてない。つけてます。外を歩くときは、家の中ではつけてないですか。内反とかあんまりしない。足の時は、あ、じゃあ、しないですね。つま先は上がったりして、ずっと上がったりはできない。自分では持ち上げるのは結構難しい。俺もこれ、これができたら歩けな、走るな。ガイダーも普通にな、ガイダーも足揃えるとな。そこ見てよ、そこ見てよ。この前伊豆も行った時、前が旅館の前が、はあ、坂道やね、はあ、砂浜を行く急やで、30度ぐらいある。あんな絶対無理やけどや、部屋らさ降りてったからや。こんなとこよう降りてるな。4枚くらいでよう降りたんだよ。あれ降りたらもう登山できるじゃん。ハイキングコースみたいな。下がついてね、砂利、いや、石ころがいっぱいだったんで。すごい、なんかインドの方が。砂じゃないんですよ。楽しいよね、けど。いや、ちょっと歩きにくかったですね。一応、こけるんですよ。こけるぐらいだよ。ああいうとこ、こけ。自信がなかった。まあ、装具で杖、まあ今は杖あるけど、杖なし歩行もできる。はい、いいとか部屋の買えば杖返したら全部これ外すんですよ、玄関で。あとは普通に、これもなしで。これなんかさ、階段も登られる、外さ、寝る時だけぐらい。自分の家族がいろいろ喋ってあげた。普通チャンネルで自分が主やけど、俺の場合は見るかな。すごい。今日の雑談、これ風のビュービュー入ってたの音声が上がる。いや、音声ないけど。まあ3人来て、なんかおっさんが喋ってるわけだから、なんか偉大って喋ってる。なんか言いたいことはないみたいな。失礼するとも人間と受けたいじゃん、ちゃんと。だから、歌詞さんとか歌詞さん友達のリカちゃんマリさん、マリさんって知ってる。マリさんがそのカラオケの協会の失業症なんですけど、歌手の人で、清水マリさん。今日名前出てこんな。あれ記憶症がないんだな、高知の。ありますよ。認知症。また出ちゃう。老人病。それにもメンバー、かたまり YouTuber のメンバーな、さっしーさんとはやちさん。は入ってない。歌ってたよ。見てない。見てない。なんか YouTube に載せてたよ。カラオケ大会。みんな上手かったで。そう、失語症って喋りにくいけど歌になったら出んねんね。いや、また歌えるんですね。病院が入院してる時もう全然喋られへん。
その人がハーモニカって、はい、まあみんなそれもう看護師やヘルパーとか俺が見て泣いたもんだから、うわ、もう一言も発することできへんのに、ふみさん、ふみさんとかなんか言ったよ。で、その後歌ったよ。なんで喋られへんのに歌えるんよ。不思議やな、もう。いや、カズさんも一緒やけど、朗読もうまく言えるでしょ。だから、自分の頭から言葉を見つけて出すのは必要な人難しいんですよ。もう覚えてまうような、だけど目の前にあれば出てくるんですよ、そのまま、ね、チャンネルは読めるか、ここにチャンネルってあったらチャンネルって言えるんですよ。でも あれなんやったっけ、チャンネルチャンネルいうのは出てくれへんわ、ね、でも普通に会話してる分が全然問題ないけど、やっぱりこう専門的なことを何か言おうとしてる場合になかなか言葉は見つけるのが難しい。もっと語ればいいですもういっぱいやってますけどいやちょうど今ちょうど中継中、いやいや大丈夫、もう大丈夫、撮ってますから、もう適当に撮ってます。あ、そうですか。いや今日はちょっと庄内行って、で自転車であのこっち来るんやけど、ちょっとあの止める駐輪場がクローズやったんで、でちょっと時間が遅くなっちゃってます。この後船中で落語聞きに行かなくてどうも先日はお疲れさんでした。忙しいですね。忙しいだけで楽しんでるあ、初めての方がいらっしゃるので、あの挨拶だけしておきますね。宮原さんの友達です。あの YouTuber のコーチだったです。言わんといて。言わんといて。あ、クスだと申します。よろしくお願いします。あの宮原さんとこの先またちょっとこの辺りを見上げるので。あ、はい。あの今日打ち合わせが、あ、何のアップもなしに打ち合わせできるのが嬉しいなとかと。あ、すいません、クスだと。またあの。インスタとか教えてもらったら、あの拡散してくれます。もう、ね、YouTube で上がりますか。上がりますか。いや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 、もうここで。天気よくてかったですね。はい。いや今ちょっとあの千里コラボ使って、でちょっと年間計画でこういろんな人になんだあの防災の話とか、あの三原さんの伝えたいことを伝えてもらおうかなとか、ありがとうございます、伝えてもらおうかなというやつを今準備しかけてるんですよ。でその中であの一回まあ、企画書作って宮原さんのところに伺いに行かなあかんなと思ってたところなんですけど、企画書なんか作ってたらもうあっという間に時間過ぎてしまうからと思ってたところで出会うという世界よかった。うちの母ちゃんにしゃべしといていいですか、今日は宮原さんと会ってきました。たまたま会ってきました。たまたま会ってきました。ああ風が強いですね、やっぱり春は。それはでも場所は先祖のコラボとかじゃなくて、もういっそのことここで借りたらいいんじゃない。一応豊中市の主催なんで、あの一応連携でやってるんで、美濃市ですから、ちょっとあの一応偵察だけで、いやもう美濃をすいた豊中とか言いたくないんで、そうですね、言いたくないんで、千里で以前、そうそうそう、さっきここの職員と僕知り合いになりました。はいはいはい。いやだからなんていうかな、あのまあ少なくともボーダーフェスなんで、あのその地域をボーダーにしていかないと、あのどんどん少子化でね人減っちゃうんでね、なんとかしたいですよね。まさか会えると。これすごいですね。ちゃんとグレーですね。Yeah.
嬉しいな。会えた、わかったのに会えたし。もう、こいつだよね。YouTube だ。イベントあれば。なんかやっぱりアクション起こさないと次がないですもんね。あの、カジさんっていう人がいますね。カジさんっていう人がいます、はいはい、この人が茨城の人なんです、はいはい、だからあの万博公園にも近いですから。ああ、なるほど。だから同じ千里ですよ、うん、だから千里を中心にみんなでこう集える感じになる、そういうことですよね。千里届けさせて南の方へ八尾や八尾だって大阪府内でも知らんとこ多いですもん。あんまりこっち来へんから、まあ、うん、堺とか、うん、泉市とかあっちの方へ。でも阪急電車の小橋一蔵さんの頭の中には有馬温泉から箕面からここら辺全部つながってたんですか、頭の中で。有馬最初つながっとったらいいね。有馬箕面電気鉄道いうのが阪急電車の前身ですよね、うん、近鉄ではまあ阪急はつながった。阪急はつながった。いや、浜からつながった。阪急は何は筋線に、なんかね、あの重層からつながりますね。いや、おいって近鉄です。近鉄です。やわ、KR。もう一つ、なんか地下鉄みたいな。谷町線がつながってますね。八尾南側。よく無造地で。このリアサポーターがいいですね。リアサポーターって話聞いてあげるだけで。あ、そう。あんま大した。酔っ払いの話を聞いてくれると嬉しいです。いや、一応、研修受けたからな。リアサポーターのピアいた個人っていう意味ですか、まあ、仲間みたいな感じ。まあ、こういうのもペアサポートね、当事者でこういう活動も全部入る。当事者の仲間って、まあ、ペアって別に当事者ってあのいろんなペアがあるんだろうな。いろんな当事者ですよ。そうそう、ね、どうしてもこう自分らみたいに急になったら落ち込んだりして落ち込むやん。でそこからこうなかなかリカバリー出て、そこにちょっと寄り添ってあげるみたいなのがピアサポーターの役割っていうかね。さっき落ち込んでたよ。あれは落ち込んでたよね。はい、登録しました。ありがとう。あのやっぱり入院中はそうでもないけど、家帰った時に周りにやっぱおらへん障害者がね。で今まで健常やったら急に肩まひだったら、なんか世間からなんかええように見られてないって勝手に思い込むよね。でだんだん引きこもりみたいになって、それが個人差あるかもしれんけど2年ぐらい引きこもってて、だそれやったらあかんと。で当事者会に行こう言って八尾の当事者会行って、でそこへ行けば同じような症状の人がおったから、でだんだんこう気持ちが前向きになる。やっぱり一人でおったらなかなか立ちね、こう行かれへん。やっぱこうつながらない。つながりましたね。つながることで、ね、宮原さん通じてつながりました。西井さんは中央さんの当事者で、で、あの世界のチャレンジャーズで当事者であったんですよね。あ、チャレンジャーズ。堺チャレンジャーズは僕も知り合いがいるはずですよ、ね、クロスジョブって通ってたんですよ、はい、クロスジョブってあの就労支援のね。あ、ほんなら上ちゃんじゃん、上滝さんとか。あ、上滝さんはレッツ住吉で知り合いました。和田さんとか女の人の車です。和田さん、あの人もあっちこっち行っとるもんね。
大体みんな当事者あっちこっち行っていろんなとこつながってて、で引っ張られてくれ、こっち。やっぱりみんな、やっぱりそれぞれの思いをこう語るってのは大事ですよね。で、さっき YouTube でユズムの話が出たんですが、あれはどんな関係で行かれたんですか？あ、僕は命見つめて、小日野の映画にちょっと携わってて、あ、そうですか。まあそれを発信する意味、はいはい、それで、ね、ドブリアで行ってとかいやいや、で、ユズムで上映会するということで、まあ、山口先生のあれでね、はいはい、で、だから、まあ、堺にその命見つめてのメンバーさんよくおるんで、だからみんなで山口先生応援に行こういうことになって、でマイクロバス1台立って、で、ある程度人数集めの赤字になるから、はいはい、で、誘ってちゃうか。すごいなぁ20人ぐらいで、いや、アクティブやなぁ。な、おいしいもん食べたもんな。そう思うけどね、舟盛な、タイとハマチかブリか知らんけど、そんなね、やっぱ海の人たちはおいしいもん。というか、自分たちが企画したツアーでおいしいもん食べに来るって嬉しいですよね、うん、で、健常者は、うん、24,000 円な。で、障害者は半額で、半額で。境港のあたりですか？いや、出雲。あ、出雲。あ、出雲大社の出雲。そうそう。神奈月に神槍月になったか。あそこの北川の海岸まで行きます。ちょっと泊まった旅館がもう目の前がもう海やね、海水浴場みたいな岩丸ね、宍道湖じゃなくって日本海やったんですねだから島根も出雲大社もなんか要は松江もどこかのあんまり位置的に分かってないですなんとなくこの辺とかねあっちの方やなっていうのは分かってるけど、位置関係が分からんので前が日本海かどうか分からん一応豊岡では住んでたんですよ、バルニで。平成の元年から2年ぐらいだったんで。だから日本海側知ってるよなとかって思いながら、リズムあんまりしないなと思って。皆さんの反響はどうでしたか、その上映会というか。やっぱり出雲の人はおとなしいな、ね、おとなしい、もう一つじゃない、もう一つそんな言い方か、おとなしい、おとなしい、やっぱり、うん、講演会とか終わって失意応答とかあるでしょ。まあ出雲の人なかなか手挙げてくれる。逆にこの前堺でやった時はな、映画あの時はみんなはいはいって皆さん手挙げた挙げたけど当たれ、もうみんなこんなはんな、大阪はすごいな千里の方はどうなんですか？いや、まだやってないですか？あ、千里一回だけやったな。スイカあのこの豊中でやりましょう。ちょっとストーリーだけください。ちょっと今官民連携イベントとかって市の方が開いてください。でうちの方は友人がちょっとカフェをやりたいって言って、まあんな感じでね。で千里コラボのところのカフェコーナーをこの前ね、千里の竹のやつで、来ていただいたんですけど、ああいう形でそこで上映会した後、なんかみんなでこう質問じゃなくて語るんですよね。やっぱりそういう方たちの活動と私たちのやりたいこととどういうふうにマッチングしていったらいいかみたいな語りがあったらいいかなとかっていうのがあって、あの時教えてもらった竹の秋、竹の秋の話したの、あれ見つけてね、近所で、はいはい、インスタグラムに上げましたよ、はいはい、ほんまに色変わってるわ。インスタ私まだフォローさせてもらってないんちゃうかな。お前ですか。はい、すいません、拾わせてください。それはそれはそれは潜りであります
宮原さんの友達としてあのインスタ一つ知らんかったらはっきり言うても無理になりますから。QR コードクラブというそこで命見つめて終わりましょう。あ、まあ、はい、北村さんにあの先もらった名刺送りますんで、はい、そうです、話ありがとうございます、はい、今日の話も上げてますね。私もあげます。ここで飲んでました。私が飲んでました。今度すみません、はい、13日の日に、はい、スイートの譲り派に北村さんっていうあの命見つめてのドキュメンタリー映画のプロデューサーの人を呼んでました。 はい、あのインスタに広告上げておいてください。私あの聞いた話ってあの結構すぐ忘れちゃうんで、自分のインスタでも明日何するかってちゃんと入れたら大丈夫です。よいしょ、あのこれで喋ったことは全部 YouTube で上がりますか。 YouTube？え、ああ今の YouTube、はい、だけど風の音がね、あと帰ってからビュービューマイクに入ったらね、そこはプロやからいろいろ。でも便利になりましたよね。もう世界に発信してるからね。まあ一応 YouTube は世界。世界。いや結構、うちの母ちゃんが今日本語を教えてる。豊中の黒龍というところですか。で日本語って難しいですね。本読ませてもらうんですけど、もう全然あの書いてる本の意味が分からない。日本語ってこんな難しいとか、ね、そう、さっきもここの留学生のコーラが立っててね、日本語難しいでしょうって話してたんですって言ったらどう言ったんですか。いや、まあまあ、まあまあ難しい。みんな反対くるくらい賢い人ですけどね。みんなアニメとかどう思われるか。ああ、まあ、いうか、だって海外旅行行ったら必ず日本のアニメ流れてますもん。だからそんな感じですよね。アニメで日本に来てなんかしたいとかってありますよね。ただ、このスタッフはみんな日本語で、みんな喋れるじゃん。みんな喋れますね。この山屋の横にできたやもんな。よくあのそこになんか、ジェットとかあるじゃないですか。ジェットとかなんか。全然知りません。あ、この辺知らんの。美濃はあまり足運んでない。今日美濃来たのは2回と3回ぐらい。まだこれだけで YouTube できるんですね。すごい。まあ、それ動画撮ってるだけやけど。一応消化したでしょ。なんかあのさっき YouTube 見せてもらって、なんかトラックとかいろいろ走ってるみたいな。そうそう、もう家の近所の動画ばっかり撮って。やっぱり私ながらあの動くもんって好きですね。いや、そのトラックがね、うん、トレーラーがむっちゃ狭いところ入っていくんですよ。その狭いところの奥に鉄格子があって、うん、そうだ、長いトレーラーやからな、もう絶対入るわけないやろ。あ、まあ、いいですね。右からは入らんかったけど、左からは入らん。何年か前もその動画で、その動画がよう見てくれんの。チャンス。
超大型超大型なり、あら違うとこにおじさん、おじさん YouTube の使い方分かってへんのかい、これのチャンネル登録なしか、もう土日はこういう感じで、あのこれまでずっとあの当番やったんですけど、4月1日から、はい、あの地域防災推進課っていうところに行って、ちょうどうちに来て話してもらわなあかんというやつで、で仕事の方もあの半日だけで行けるようになったんで、そういう意味合いでやっぱりあれね、あのそういう方たちにもこう情報を伝えて早めに避難してもらうとか、そういうことを伝えていきたいと思ってるんですよ。この間あのそうあのマイクロバスの中で、あの復旧防災の話を聞いたの、はいはい、そんなやつ、そうあのそんなやつ、いい覚えてましたなんか全然初対面に思わないですよ。一回どっかって会ってると思うんですよ。あってない。防災士やったらうちのさん。そうだから私うちのさんとはずーっと付き合って、もう20年来ぐらいの付き合いなんですよ。あとは愛ちゃん。愛ちゃんだからいろんなところでイベントやるじゃないですか。私あの1回目の防災士取ったんで、だからそれから口の松さんとかずーっとやってたんだけど、仕事の関係でなかなかね、あの自分自身が演者になれないっていう辛いところがあってで、そういうところで口の松さんと出会って、で宮本さんとつながって、でどんどんつながっていくじゃないですか。こんな楽しいったらあれかもしれないけど、自分たちが伝えてることが何も伝わっていないんですよ。まあ偉そうにね、偉だった長官とかって偉そうに伝えてるんかとかって伝わってないんですよ。だから私はやっぱり伝えて理解してもらって、あの身の安全を守ってほしいと思ってるから、だからぜひなんかバス出してでも現地に行ってそれを伝えて、私も昔平和を守りたいということで20代の時に広島までバス出したんですよ。ラブ&ピースツアー3人結婚しましたから今で始まった嵐じゃないんですよ。ラブ&ピースツアーとかって、やっぱりね、あの日本がやっぱりあのウクライナは仲裁で入らなあかんと思ってんだけど、全然誰も入らへん。一番ね、戦争で現場起こされて痛い目して戦いをなくしましょうと言いながら SDGs を語ってる国がなんで一番最初に手挙げへんかなとかっていうのは私の今の怒りですからでこれだけ日本気に入って来てくれるっていうのは日本の文化を守りたい、あの反省国かもしれんけども、あのみんな仲良くやってるよとかっていうのをやっぱり世界に発信したいじゃないですか。世界に発信したい。だから、日本語を教えてすると、私の友人には留学生にもやっぱり日本の文化を伝えてるやつがいるんで、なんかそういう輪をどんどん広げたいなとかって思うんですよね。だからあの引き続き手伝ってます。とりあえず企画だけでは全部ねじ込みますって。優秀な方です。あのスタッフが優秀なんで。あの森さんでしたっけ、京都の。よく連絡いただけるんで、また会ったらよろしくお伝えください。いや嬉しい。ほな森さんに写真。あ、写真。今日一緒に飲んだよとか言って、コーヒーをとかで、コーヒーを飲んだよとか言って。証拠写真。証拠写真。コーヒー飲んだよ。森さんもすごい優しい人ですよね。あの結構ね、いろんなことを言ってくれるので。あ、皆さん。学校やん。学校。なら、あの。座ってください。どうぞ。まだ回ってるんじゃん。回ってない。
まだ回ってないから。そうぜとか言って森さんにメッセージ。森さん、またバス出してみんなで遊びに行こうぜ。まずは山崎。はい。